こんにちは、柏原幸男です。がんと食事というテーマでお話をしている動画の続きになります。はい、そう、結局のところがんになったからといって特殊な食事をするのではなく、普通にお食事しようよという提案なんですね。はい、ご飯とお味噌汁、できればご飯には質のいい雑穀を入れる。で、お味噌汁には具沢山にする。で、これをよく噛んで食べるっていう、もう超シンプルな基本です。はい、ね、がんになったからといって特殊な、ね、健康食品や特殊な食材、それはそんなにいらないよねと。はい、そっちを頑張りたい方も多いんですよ。はい、それはやりたい方はいいですけども、そこに走りすぎるとそこに本当にいい結果ってないなって思います。それはもうたくさんそういう人を見てきて、相談乗ってきて、そこじゃないよって言ってもやっぱりそっちに行っちゃう人多いんですよね。はい、もう一つはいろんな食事法にこうハマっちゃう人、まあ多いのは糖質制限とかですね。あとはファスティングをする、ものすごい、ね、ファスティングする。あとは、人参ジュースを大量に飲むとか、いろんなのがありますね。はい、まあ普通でいいよというところなんですけども、その一番私がね、そういう食事法にハマった方たちから相談を受けて、ああっていつも思うのは、ね、そういう食事にはまりすぎて、玄米菜食とかもね、すごいそこにこうはまりすぎて、その結果どうなる人が多いのかっていうと、もうね、体力落ちちゃって、ね、治療もうまくいかなかったり、もう本当気力も落ちちゃったりっていう風になるケースなんですよ。で、体力を支えているものが何か、もう食事で言うとすごいシンプルです。一言で言うなら食事量です。食べる量は体力だと思ってもいいぐらいですね。はい、で、ある程度元気な時って少ない食事でも体結構保てたりするんですね。もう1日ぐらい食べなくったって全然平気だし、1日1食なんていう食事でも全然こう、いやもうすごいパフォーマンスいいですよなんていう方も確かにいらっしゃいます。でもですね、例えば同じ体型の A さんと B さんがいた時、ね、体型が同じようにこうスリムだったとします、ね、この A さんと B さん、 A さんはもう本当、例えば1日1食みたいなこう少ない食事、少食で、ね、1日1回での食事で、あとはこう、ね、食事の時間が浮くとそれをそのまま仕事できるから効率いいよなんていう方、 B さんは3回しっかり食べてる。で、どっちも、ね、同じような体型だった時、病気になった時に差が出る、差がつく。はい、もうこれはやっぱり普段から3食ちゃんと食べてる人、もう明確に悪化しにくい。こっちの方はガタガタガタって行きやすいですね。まあ食べてても食べてなくても体って入ってくる量に合わせて消費とか代謝をコントロールするから生きていけるわけですよ。そして元気そうに見える人が多いですね、そういう状態でも。でも差がつくなっていうのはそういったところです。それは年を取った時にも同じことが言えるなと思います。で、特に病気になった時に食べない食事法、制限のある食事法、あとは特殊なものにこう偏る食事法、糖質制限も含めてこう、ね、制限、あとファスティングみたいに食べてない食事法に行く人たちは本当に体力が落ちて、うまくいかないっていう人が多いなと。確かにそうやって良くなったよっていう話もたくさんありますね。実際にそういう体験談もたくさんありますし、それで良くなったっていう人もいるかもしれませんが、
でも私が、見ていて、そしてたくさん相談を受けてきて、そういうのをやった結果、あ、もう体力落ちちゃってっていうケースはすごく多いなと。で、病気になってがんとかになってもちゃんと食事をしてる人はこうね、一時的に治療とかでこう食欲落ちる時期があったり、ちょっと苦しい時期があったりしても、それでもやっぱ食べてる人は復活してくる、また元気になって、はい、行く人が多い。で、そうなんです。たくさんの人を見ていてすごく思うのは、はい、ちゃんと食べることが何よりもの薬なんだなと思います。そういう人の方が薬の効果も出やすい、副作用は出にくいっていうのも、もう明確だなと思うわけです、はい、なので、そう、病気になった時ほど普通の食事を普通にするっていうことの大切さで、何よりもしっかり量を食べることが大事で、皆さん病気になった時想像してください。体調悪い時、体力が落ちる時、食欲も落ちますよね。食べたくなくなりますよね。だからこそ頑張って食べることが必要なんですよね。で、それにはですね、体力落ちた時ほど言えることなんですけど、美味しいもの食べようよと、ね、美味しいと思えるもの、食欲落ちてる時っていつも美味しいものもあんま美味しくないなって思ったりすること多いと思うんですけども、ね、少しでも美味しく食べれる工夫、で、その体が喜ぶ食事っていう観点がすごく大事だと思うんですけど、それよりか成分とか栄養素とかにすごいこだわってしまう人が多いんですね、で、病気を悪くさせない、免疫力を下げないための最大のポイントは気持ちの部分ですよね。気持ちの部分、不安や、ね、辛いことがあっても笑顔でいるとか、こう前向きに諦めずに、こう、あ、もう病気になったからダメだって落ち込む人はやっぱり病気の方にこう近寄ってしまいますけど、気持ち前向きにこう笑顔で、食事も、ね、頑張って食べて絶対治すぞっていう気持ちが前向きな人はやっぱり悪化しにくいというのがありますので、まあ、そんなところをですね、食事の観点からちょっと知ってもらえたらなと思って動画にしてみました、はい、がんとお食事の考え方について以上となります。ありがとうございます。